ランスロットさんの後を追いかけましょう。しつこいな、お前も。逃がさんと言った！大殺しの罪、償ってもらうぞ！ランスロットのやつ、ジークフリートのこととなると、途端に周りが見えなくなるぜ。そりゃ、ジークフリートはランちゃんに武術のすべてを教え込んだ。いわば師匠だからな。なんだって？そうなのか？憧れていた師匠が、国の英雄が、王を、国を裏切り狂人と化した。許せないのさ。ランちゃんは特にな。黒竜騎士団団長のジークフリーと、副団長のランスロットといや、誰もが憧れる最強の二人だった。口下手な団長の考えを、うまく代弁するムードメーカーがランスロットで、なんつうか、本当にいいコンビだったよ。あの二人が、そうだったのか。おい！この辺りはまだ魔物が残ってるみたいだ。よそ見するなよ！これはみんなの勝利だ。ありがとう。ランちゃんのやつ、昔は仲間に冗談を飛ばしたりして、今よりもっと陽気なやつだったんだぜ。どんな奴にも常に分け隔てなく接して、騎士団の仲間を家族みたいに大切に思ってた。でも、国王殺害事件の夜に、全ては終わった。団長のジークフリートが、逃亡する際に仲間の騎士を傷つけて姿をくらまし、黒竜騎士団は解散に追い込まれたんだ。それでランスロットは、ジークフリートのことをあそこまで目の敵にしてるのか。仲間思いのランスロットだから、仲間と国を裏切ったジークフリートが許せねえのかもしれねえな。皆さんこっちです。二人はこの奥にいるはずです。おいおい、ソフィアが道を間違えたんじゃねえのか？失礼ですね。方向音痴のベインさんと一緒にしないでください。なっはっはっは、この俺が方向音痴だと？俺はただ道草が好きなだけだ。それに最初に出会った時に道に迷ってベソ書いてたのはどこのドイツだ？私は泣いてなんかいません。おいおい、二人してふざけてる場合じゃねえぞ。魔物が嫌がるぜ。ったく、お前らはこんな時でも全く緊張感のない奴らだな。ランちゃん、ジークフリート。話は後だ。まずはこいつらを叩くぞ。
せにならんわ。楽しませてもらったぞ。ジークフリートの後を追いかけていたんだが、この辺りで奴の姿を急に見失ってしまった。身を隠せるような場所はないんだが、くそ、俺としたことが。まさか奴は姿を消す魔法を使えるのか。それともジークフリートさんはお化けだったりして。いや、奴がそんな魔法を使えるとは聞いたことがないが。どうした？大丈夫か、ルリア。この辺りで何かにつまずいて。ん？なんだこれは。これは地下へ降りる階段か。もしかしてジークフリートはここに。わかんねえけど行ってみるっきゃねえだろ。待て、ここは俺が先に行こう。なんだここは。驚いたぜ、地下にこんな空間が広がってるなんてよ。それでジークフリートはこの先にいるのか。おそらくは。とにかく今は進むしかない。ここが何なのかわからねえけど、気味が悪いぜ。ああ。一体誰が何のために作ったのか。だが空気が流れていることからどこかに続いていることは間違いなさそうだな。もしかしたらジークフリートの秘密のアジトだったりしてな。とにかくここまで来たら、この先に何があるのか俺たちの目で確かめてやろうぜ。でもなんだか薄暗くて怖いです。大丈夫ですよ、みんな一緒ですから。迷子のお化けとか出たらやだな。きっとネズミとかコウモリとか出てきてもその程度ですよ。っておいおい、思いっきり魔物が潜んでるじゃねえかよ。もう大丈夫だ。どこからか魔物が迷い込んだんだな。はあ、驚きました。大丈夫ですよ、ソフィアさん。魔物なら何とかしてくれますから。俺はお化けとかそういうものは一切信じてないから、何が出てこようが大丈夫だけどな。おい見ろ、奥の方からかすかに光が漏れてるぞ。みんな気をつけろよ、この先に何が待ち構えているかわからないからな。
ここは、なんだ？おそらく、王都の地下あたりかとは思うが。これは、牢屋でしょうか。入り口の錠が壊されていますね。中のテーブルには、食べ残しのパンくずと、食器？それに、人一人が寝られる簡易ベッド。ここで、誰かが生活していた形跡があります。おい、こっちに来てくれ。人が倒れてる。しっかりしろ。お前は誰だ。ここで何があったんだ。男が急に。ダメです。意識を失ってしまいました。この鎧は白竜騎士団のもの。くそ、一体ここはどこなんだ。何が起きている。ん、今奥で何か動かなかったか。誰だ。追ってですよ。ジークリート、ここで何をしている。貴様、これは何だ。ジークフリート様、早くあいつらを倒して仲間を助けてください。分かった、今は時間が惜しい。だがこいつらは一筋縄ではいかん。殺さぬようにと手加減する余裕はない。今度は全力で行くぞ。笑わせるな。貴様といえど、所詮罪人の振るう汚れた剣、取るに足らん。ああ、俺たちが力を合わせたら、あのジークフリート相手でも負けるはずがねえ。はい、援護は任せてください。真に国を思えばこそ、避けては通れん道ということか。いいだろう、まとめてかかってこい。何をブツブツ言っている。行くぞジークリート。待ってください。おい、どうしたルリア。危ねえぞ。だってジークフリートさん、何か訳がありそうです。どけルリア、邪魔をするな。どきません。一度ちゃんとお話ししてくださいね。そう思いますよね。お前までどうしたと言うんだ。とにかく喧嘩はダメです。ダメなものはダメなんです。私にはジークフリートさんが悪い人には思えないんです。だってさっき私のことを。とにかくお二人が話し合ってくれるまで私はここをどきません。騒ぎ声がすると思って来てみれば、一体何事だ。おい、貴様ら、どこから侵入した。やべえぞ、誰か来やがった。待て、あなたたちは王都の関係者か。俺は白竜騎士団団長のランスロット。怪しい者ではない。同じく白竜騎士団のベインだ。そこにいる退却人ジークフリートの捕獲協力を要請する。なるほど、ランスロットにジークフリートか。わかった。だがここを見られてしまった以上、誰も生かしちゃおけない決まりなんでな。ルリア！何？貴様何のつもりだ？おっと、下手な真似はするなよ。その娘を離せ。
度も助けてもらっちゃいました。ありがとうございます。貴様らやりやがったな。こうなったら力づくだ。ランスロット今だけ力を貸せ。何がどうなっている。ひとまずはお預けだ。行くぞ。ジークフリート、貴様は何を知っている。答えろ。いいのか。俺を捕まえるんじゃなかったのか。ルリアの顔に免じて話だけは聞いてやる。ありがとうございます、ランスロットさん。わかった。では俺についてこい。その前にこの状況を説明しろ。ついてくればわかる。さあ、村長殿、参ろうか。はい。ついてってみようぜ、とにかくさ。この扉の先に、お前が知らないフェードラッヘの真実が隠されている。真実だと。出ろ、もう大丈夫だ。ジークフリート様、どうしてここに。みんな無事だったか。村長もご無事で。でもどうやって抜け出したんですか。ジークフリート様が突然壁の中から現れて瞬く間に助けてくれたんじゃ。わしはてっきり夢でも見とるのかと思ったぞ。先代のヨゼフ王が内密に作らせた隠し通路を使わせてもらった。ということはやはりここは王都の施設なのか。ああ、ここは王宮の真下にある隠された地下牢。この力をには王都でその存在を表立って知られてはまずい者たちが秘密裏に投獄されている。隠された力をだと。ではこの者たちは一体。私たちは洞穀の谷の麓にあるルフルス村の村人です。あなたたちはあの奇病が流行っているルフルス村の村民なのですか。そうじゃ。そしてわしがそのルフルス村の村長、名はゴールトン。我々は奇病に苦しむ村人たちを救うため村の窮状を王都に訴えに来たんだが、あやつに騙されてこの地下牢に。あなたたちは魔物に襲われて消息不明になったと聞いていましたが。何?我々は魔物に襲われて死んだことになっているのか。確かに王都は福まで恐ろしい魔物が潜んでいるな。なぜルフルスの村民が地下牢に。あやつに騙されてというのはどういうことだ。ここから先は俺が話そう。なぜルフルスの村民たちが王都の地下に投獄されていたのか。その理由はルフルスの村民たちを苦しめる謎の奇病にある。どういうことですか。洞穀の谷の麓にあるルフルス村では
赤子や老人が突然死する謎の奇病が流行っている。そこまではいいな。はい、私はその現状をカール国王様に伝えようとしてこの王都を訪れました。その謎の奇病は村を離れると症状が軽くなるため、村人たちはその土地特有の風土病であると考えた。しかし一向に原因が突き止められない村人たちは業を煮やし、先代のヨゼフ王のもとへ窮状を訴えに走った。村人たちを不憫に思った先代の王は私財を投げ打って霊薬を買い与え、さらにその風土病を調査するように俺に命令した。それでは病気は以前から発症していたのですね。待った待った、そんな病気の話は今の今まで聞いたことがないぞ。ベインの言う通りだ。そのような事件があったならば騎士団の耳にも届くはずだ。強き国であり続けねばというプライドから、王都と一部の者たちだけで共有していた秘密だったからな。知るはずもない。それから原因不明の奇病の調査を始めた俺は、村の飲料水に使用していた川の水が怪しいと睨んだ。川の水だと？川の水を調べるうちに調査の足は上流にある洞窟の谷へ及んでいた。そこで俺は封印されたファフニールの元を訪れたシルフと護衛兵たちを見かけた。シルフに隠れるように谷に分け入る護衛兵たちを追った俺は、無造作に廃棄される黒ずんだ宝珠を目にした。これが何だか分かるか？なんだ、何かいらなくなったゴミでも捨ててたのか？そうだ、人気のない洞窟の谷の奥地に捨てるような誰かに見られてはまずい宝珠だ。まさかその黒ずんだ宝珠が川の水を汚染していた原因だった？察しがいいな。ということは俺たち王都の人間が川の水を汚染していた張本人だと？そう、全ては王都とシルフのせいだ。シルフ様が？それでその黒い宝珠ってのは何なんだ？無論調べた。その結果ある事実が判明した。それは聖少獣シルフが霊薬アルマを生み出す過程で発生した毒物を多量に含んだものだった。なんだと？その宝珠から少しずつ漏れ出した毒物が川の水に溶け出し、密かにルフルス村の人々を苦しめていたのだ。見ろ。奴らがカルマと呼ぶ毒物はこの地下倉庫に一時的に保管された後、今も人知れず洞窟の谷に廃棄されているんだ。これがカルマ？うわ、こんなに大量に保管されてたのかよ。こりゃすげえな。あのベインさん、触っても大丈夫なのですか？普通の兵士たちが持ち運ぶぐらいだ。強い衝撃を与えて宝珠の外郭が破損しない限りは問題ない。これにそんな毒性がね。キラキラしてて見ようによっちゃ綺麗だけど。ん？あそこに誰か倒れているぞ。おい、近くに誰か来たみてえだ。このままだと見つかっちまうぞ。おい、お前たちしっかりしろ。村人たちが牢にいない。時は満ちた。この混乱に乗じて王宮に乗り込み、国を蝕む病巣を取り除く。我々もお供させてください。ここまで来たら地獄の果てまでジークフリート様についていくぞ。おお、俺たちも王宮に乗り込むぞ。奴に一矢報いねば死んでも死にきれん。おい貴様ら、どうやってここに侵入した？
そこから動くんじゃない！ランスロット、お前は何を信じる？何？冷静になって周りをよく見ろ。貴様はジークフリート、それにランスロットも。俺の言葉を信じるか信じないかはお前の自由だ。だが、地下牢に幽閉されたルフルス村の村人、そして大量の毒物カルマ、何より目の前の兵士たちがお前を騎士団団長と知りつつ剣を向けてきているのは事実だ。それは、待て、まだ話は終わっていないぞ。じっくりと。これまでの戦いに対して報酬があるぞ。